2005年からこの大分トリニータでトップチームとしてプレーをさせていただき、2年半途中フランス挟みましたけど2年半プレーして、浦和レッズに移籍して、湘南ベルマーレに移籍して、そして2021年に戻ってくることができ、本当長い間このチームにお世話になりましたし、またこう帰ってくることができて、最後引退することになりましたけど、最後このチームでプレーすることができて本当に幸せでした。皆さんとの時間も本当めちゃめちゃ長い人もいれば新しい人もいるかと思いますけど、その時間のすべてが本当に宝物で幸せな時間でした。本当に長い間ありがとうございました。今日は寒い中お集まりいただきありがとうございます。僕は5年間在籍でしたけど、こんなに大分のことが好きになるとは思わなかったですし、特にまあ今年、あとは J2 に降格してからの3年間はこう思ったようなプレーができなかったんですけれども、まあ、あの皆さんの SNS のコメントだったり、こんなにも惜しんでくれる方がいるのかという衝撃を、まあ、今回改めて思って、すごい嬉しい気持ちです。離れるのは寂しいですけど、この先のことはまだ本当に何も決まってなくて、やれるかもしれないしやれないかもしれないし、運命に任せようかなと思ってます。5年間本当に楽しい思い出をありがとうございました。そして J1 に戻したかったんですけど、それができないことが本当に悔いが残ってます。来年残ってる選手と新しい選手がやってくると信じているので、来年からもトリニータを応援してください。そして今日は皆さんと笑顔でいたいと思うので、楽しく元気よくしてください。どうもありがとうございました。なんでなんやろうな、バーター感がすごい強いなっていう、一人でハート作ったし、まあそんなサッカー人生も最高でした。そして町田選手は本当に甘いルックスで、ちょっと背ちっちゃいけど、これ本当にいい男です。僕は来年現役を続けてほしいし、まだまだできると思うし、皆さんどこ行っても彼を応援してください。お願いします。僕もちょっとだけ応援してください。監督を目指して頑張りますので、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。すいません、やりづらくなっちゃった。本当に楽しい5年間でした。で、まあ、本当にさっきも言いましたけど、先のことはまだわからないですけど、僕がサッカーを辞めた時は、次の道は GM になりたいと思ってます。まあわからないんですけど、そっちの道に行きたいなっていうふうに今は思っています。その時にトリニータでやれたら嬉しいなと思うし、その時には梅崎さんを呼んでいつでも切れる状態になりました。
また一緒に仕事ができれば嬉しいなと思ってます。これからも2人の活躍を応援してくれたらと思います。今日はありがとうございました。はい、それでは以上で、終了となりますので、長い間ありがとうございました。